個性的な文化が花開く安らぎと潤いの街、私たちの那覇市。日本の最南端に位置する沖縄の県都那覇市は、平和都市、生活都市、文化都市としての街づくりを進め、今年70周年を迎えました。31万人の市民が集う私たちの那覇市は、沖縄の政治、経済、そして文化の中心地として発展を続けてきました。その那覇の名称の起源をたどると、漁場を意味する那覇から来ているといいます。そこには海と共に生きてきた私たちの祖先の姿が浮かんでくるようです。那覇市は港町であった那覇と、城下町の首里、農村地帯であった真和市小禄からなり、古くから琉球王国を代表する地域でした。15世紀の初め、三山を統一した昭和四王が首里に都を置いて、那覇を港として整備しました。当時の様子をおもろ草子は、東南蛮寄り合う那覇止まりと歌っていますが、中国や朝鮮、東南アジアなどの貿易船でにぎわう国際的な雰囲気の港町でした。そして交易の拠点として栄え、那覇市となった現在まで商業の中心地として発展を続けてきたのです。首里は海外との貿易が盛んな時期に町づくりが進み、廃藩置県までのおよそ470年もの間、琉球王国の都として栄えていました。この首里と那覇、そして真和市、小禄が一つになり那覇市となったのです。ゆっくりよ、ゆっくりよ、おばあちゃん。もう、あの、な、歩けんよ。はい、はい、はい。おじさっさい。はぁ、いやぁ、はぁ、はぁ、するよ。今のぬい、なしになったのは、おばが生まれた年さ。大正10年だからね。もう、70年なるね。ふぅ。70年か。おばあがね、わらびの頃にはね、京浜鉄道も電車も走っていたよ。港にはね、やんばる線もあって、なあね、市場よ。ああ、もうすぐ人がごそねいてね、くんくるばしいしてね。え、市場はね、夕町、獅子町でしょ。それからぬぬ町、わーわー町もあったよ。うん。首里はね、また赤瓦の屋根が続いてね、はあ、時々ね、またお寺の鐘が聞こえてきて、大変に静かな町だったよ。ふーん。だけどね、
戦争が始まってもうみんな焼け野ヶ原になって、うんうん、元姿はみんななくなってしまったさ。だったね。おばあ泣いてるの？うん。なんだ。でもね、うちのあの人はほら石口でしょ。みんな千葉屋でしょ。だからみんなで頑張ってね、もう一生懸命やって、昔の那覇よりもね、もっと上等な町を作ったわけさ。この市場もね、戦後みんなが寄り集まってできたところよ。那覇の台所と言われてるけどね、ああみんな頑張や、あがちゃがいるからね。はい、上原さん。はいはい、こんにちは。上原ちねえや。はい、頑張ってますよ。この間のリンゴ城どうやったんですか。またもっと役をした。頑張るよ。はい、じゃあエビが、はい、ビーさん、あ、あ、昔進化しちょる。待て、もろ。でもね、これは薬よ、これ白いよっていうの。ね。きれいに並べてあるさね。お刺身もこんなに作って。町小屋宣言文、私たちは町小屋において楽しくショッピングができ、しかも長寿日本一の源となるような新鮮で味クーターの材料を台所にお届けいたします。公設市場の食堂街は市民の憩いの場、いつでも大勢の人々でにぎわっています。おば、赤瓦とか石垣があるね。中にもこんなところがあったの？そうね、よく残ったもんだね。懐かしいさ。この壺屋はね、昔から焼き物の村さん、沖縄のね、伝統工芸はね、いろいろな国の人から学んだんだよ。今日はね、もうあっちこっち見て回ろうね。私たちは先輩たちから受け継いだ伝統文化を次の世代へ受け継いでいきます。新しい焼き物作りにチャレンジしていいものを作ります。その他にも伝統工芸はいろいろあるんだよ。綺麗だね。
ここは織物するところなんだね、うん、とっても大変な作業なんだよ。ふーん。あ、これテレビで見たことある。面白いよね。本当だね。手品みたいね。漆器作りはたくさん仕事があるから大変ってよ。でも綺麗だね。おばあ、ん、腹減った。あきよな、いいのその時間。そういえばね、おばあちゃんも綿の虫がゴールネしてるさ。え、その辺に行ってご飯食べてこようね。こっちしたびら。おお、いい生のことだ。いい、せちょばら、こっちしようや。あ、そのおばあさんのカバさんの。伝統工芸もそうだけどね、この沖縄料理もね、当やいろいろの国の人から学んだり来てもらって教えてもらったりして、この沖縄料理ができているんだよ、うん、じゃあその人たちのおかげで美味しい沖縄料理が食べられるんだね。やんど。それからね、あんたの父ちゃんの好きなお酒、泡盛よ。あれもね、遠い東南アジアから入ってきてるってよ。そっか。お二人さん、それだけではありません。このハーリーも中国から伝えられたものなんです。県下最大の那覇の波流線競争は、ダイナミックで見る人を勇壮な気分にしてくれます。勇壮といえば、那覇大綱引きも長さ160メートル、重さ16トンの綱は日本一のもの。引き手も10万人を数える一大イベントです。私たちの生活の中に色濃く残る海外文化の影響は、さまざまな行事などにも見ることができます。こうした祭りなどを見ていますと、琉球の先人たちの世界の荒海に漕ぎ出した勇気と、イチャリバ朝廷に表される地球レベルの開放的で勇敢な県民性を感じさせてくれます。これからも異文化をどんどん吸収して、独自の文化を育み続けることでしょう。水やたさ。なんね、そう言ったら。のちぐすいと言ったらわからんね。のちぐすいと言ったら命の薬さ。もうやむとじだけじゃダメよ。うちなぐちものでわんと。うん、うん。あきら、あんたたちはいい時代に生まれているさ。あね、見てごらん、学校もあんなに上等だし、おばあちゃんたちの若い頃には考えられん話さ。でもおばあたちにはゲートボール場とか遊び場があるさ。あきおいな、このわらべ。だけどね、おばあちゃんたちは若い時には遊ぶ暇がなかったさ。だから今はゲートボールしたり踊りを習ったりして遊んでるわけさ。でも今はね、みんなが年寄りを大事にしてくれるからね。おばあちゃんはね、毎日が幸せさ。
おばあ、長生きしてよかったね。そうだね。那覇市では、すべての市民が充実した楽しい生活、潤いのある生活を過ごしてもらえるよう、公民館、体育館、図書館など公共施設の整備に努めています。また市民会館や市民ギャラリーなどを通して市民の文化活動も積極的にバックアップしています。日曜日はテニスでリフレッシュ。テニスは最高。日曜日はみんなで野球を楽しんでます。みんな